じゃあ次いきます。噂の正幸さんからです。ディアゴスティーニで友達を作るってなったら何から届くかな。なるほど、これはあれですよ。だからつってなんかあのまず友達の心臓から届きますとかそういうあのそっちのあれじゃなくてね、だからあの弱キャラ友崎くんみたいな感じで友達いっぱい作るために必須のものがだんだん来てくるっていうことですね。まあディアゴスティーニで友達を作るところまで来てる人ならなんだろう、創刊号ちょっとお安くなって何から来るか、いきなりゲーム機とかウノとかから来られてもハードル高いから、いやこれ俺ちょっと言ってざわつくのやだけど鏡じゃないですかまず一旦自分を見てみようみたいなね、自分と友達になりましょうっていう風に取られたら本当にあのおっかないんだけども、そこからじゃないかなっていう気がする。まずはちょっと身だしなみを確認してみようとね。なんならあの1号2号くらいまであの鏡で姿見が作れるとかでもいいし、そこからじゃないですかね。で2号はあの眉毛とかを切るちっちゃいハサミとかが届いてきて、でこの辺で多分ねもうねあのそういうことじゃねえよって購読をやめちゃう人もいると思いますけども、まずちょっと右霊にしていこうとか、ティッシュとハンカチとかが届いたりして、だから 1号からいきなり花のあるものがドカンと来ないな。週刊友達を作る創刊号くらいやっぱりもうちょっと目引くものがいいのかなとかいろいろ考えちゃいますよね。創刊号なんだろうな、創刊号、創刊号は15万円、いやあるかもしんない、マジで行くんだったらそれあるかもしんない。創刊号は15万円がついて280円、そういうことですよ、値段がじゃなくて。これで何を買うかっていうのはちょっと本を読みながら考えてねってリアル思考だ。そうかもしんないね、まあ本当、まあ、それやるともう本当に創刊号とか買うやつがいっぱい出てくるんでしょうけども、会員様限定で週刊友達を作る創刊号は現金15万円がついて280円じゃないかな、マジでやるんだったらね、そんな気がします。